いね。あ、いいとこ来たね。いや、これ夜に来た甲斐があるぞ。ああ、わざわざウェルカムって言って、朝日マックスになってマックスゲージ。あれ何、2024国際博覧会だね。あ、見てこれ、玉でもグリコも朝日もちょうどいい状態になってる。お、全部がプロミスだけ半分になっちゃったプロミスは何したの、プロミスっつったじゃついていけないんだよな、あんま。大阪王も、あ、大阪王将か、あれあ、ほんとだ、王将じゃん。大阪の本店かな。カニ道楽の楽が見えない。ちょっとあそこにじゃカニ道楽あんのか。ああ、カニがその真下だな、じゃあだな。オッケー、なるほど。結構いい写真撮れてたんだ今。ああ、あと星のグリコの前でグリコのポーズしたいんだ。グリコ音ゲーやってみたね、グリコがなんか音ゲーみたいじゃない。ああ、グリコ進化しちゃったな。あれだわ、あのゲーセンにあるさ、ダイヤルクリクリするやつ、あれだ、ダイヤルクリクリするやつでもよくここ行くよな、バシャーンってね。しかもあれ端から行くでしょ、あいつ。ああ、なかなか勇気あるね。もちろん負けじと巨人もやるしかねえよ負けじとな、巨人の一部ですよ。阪神ばかりインパクトさせんじゃねえってことで、今日ね、さっき見たんだけどね、多分両チームとも負けてんだよね、今日ダメやん、ダメやんけ、ダメやん、ザコシン巨人が4対2で負けてね、阪神6対2で負けてんの。ダメやん、両方とも2点しか取ってないのボロボロ負けてんのベスポジすぎないグリコ、ベスポジじゃない、これ取ってグリコンポジの完璧だよお前俺が上から行けば、あ、逆だった、こうだ、あ、こうだ合わせ、完全に合わせる必要あんまないでしょ、黒沢さん女子みたいな黒沢さんさ、もしやったんだよ、邪魔だからちょっと出てやつを見せてやれ、コピーコピー、カムコピーカムコピー、これぐらいコピーピー、足見えてるもんね。あ、確かに、あ、ミスったな俺。はい、吉田完全にカムコピーをやってやれ、もう顔だけは頑張ってみる顔だけ頑張って俺としてくれた朝日のカムコピーするからさ。朝日のカムコピーなんだよお前お前、缶になんのかよ。いてこますよ、いてこますよ。じゃあランしながら、飲んでんだよ、スーパードライは。ランした、で、誰がエイブルの真似すんの。エイブル最初黒かと思うからね。エイブ黒くなっちゃう。エイブルに異変が走るからね。あれがね不動産賃貸の闇で。闇だ。絶対行く。ほら。俺かっこいいよね、黒いエイブル。黒の方がなんか嬉しい、ね。黒のが、いや、黒って闇感満載だから。あのね、ここに出てるね、玉出がね、いい味出してる。ね、意外と。下品。下品。スーパー玉出。これ絶対さ、パチンコだって。絶対パチンコやる。なんかね、セールがね、これ多分パチンコがすげえ当たる、当たるんだろうね、これこういう演出なんだろうね、アイランド並みだろうなこれ。スマホで撮っとこう。グリコすごいとこ走ってるぞ、すごいわ、グリコすげえ、すごいとこ走ってる、グリコすげえ、どこ走ってんのあれ。グリコさ、なんかさ、あれスクーターみたいなしてローラースケートで、フルトでいいか、あ、先ほどはあれかあのスペインのあれか、多分スペインからパリに移動してきたの。スペインからパリに移動したんだ。やばい、こっち来てるよ、こっち来てる、来てやべやべ、来ちゃった、なんか来たぞ、なんか来たぞ、あ、やべ、ビッグベン来た、ビッグベン来た次イギリス来たぞ
あいつやばいな、コウマカンかもしんない。ああ、コウマカンっぽいな。え、潰してきたもしかして。え、こいつがさ、何逆殺しちゃうとこ。え、待って、あいつは全身だろ。じゃあ、おい、ちょっと速度を早めてきてたの。あ、え、次だ誰だ。んどこだ、どこ行った。え、謎の場所。急に急何してんだ今。あいつ何したいの。急になんか背負ってる。赤い穴から出てきちゃって。不正を働いたな。チートじゃん。チート働いた。いやもうチートもクソもねえけどな、あれは。どっちかっつうと他のやつがチートだからな。風に会議も何も変わってないよね。ああ多分。玉でうるせえなマジで。玉でのうるささがやばいんだよ。激アツといえばスーパー玉で。スーパーただ玉で。スーパーただで。ただで。無料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 みたいな。激アツ激アツ。それ激アツだわ、無料だからな。ハワレメグ、ハワレンセーン、アソフィー、スーパードライ。スーパードライ最初は金なんだよね、全部、ね、それから白い泡が出てくるんだよね。おっと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 、来た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 。おっと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 、あれ全然あれだな、鈴木の見たの上位互換だね。進化してる。3方向かな、あっち側も。あっち側2方向かな。2方向じゃね。2方向か。2方向で、あの多分裏あれ、あっち、あ、いや、なんかあれ押せそうだね。ね。しかもなんか鈴木はちょっとチャッチくなかった。チャッチかった、あれは簡易型あれガチ水分も。うわ、やべえな。あれお、お、お、朝日スーパードライ。あれいくらまで金出すよ、あれもらえるって。いらねえ。家にくっつけない。家にくっつけないあれ。350円。おい、缶一本だよ。一本出してる。じゃあエイブルとしても。まあしかもあれ書いて。具体的にエイブルとするんだよ。お前が発注してっから俺が発注したの。まああれあの買い取ったところじゃ電気代すごいから。ね。電気代もただにしてくれるんだったら400円もらえます。50円アップ。ふうさんいくら？俺？うん。でも毎日朝日送ってくれるかもしれない。朝日の本社が営業に何本？何本？え？何本？1日1本。ああじゃあ420円かな。マジで？1日1本なのに？結構の額だよ。じゃあ4200円。限度。なんかエイブルバグっちゃった。ああ治った。お、グリコが走り出した。これ地味にさ。あの賃貸はさ、ああ全部モニターなのね、フルモニター、まさかのね。なんか大人げない。大人げないはやめてくれ。あれタッチパネルかもしれない、もしかして。賃貸タッチ、どこでタッチ、どこやってタッチ。もうよじ登ってタッチすれば。という天気予報のとこタッチすればなんかホーム画面ボンじゃねえな。プロフィーさん、こういう移動式メイクが意外といいやつ出してる。いきです。メイクメイク。なるほど。ね、ねマジでパチ屋しかねえ。ただのパチ屋やろ。ね、パチンコのマスコット。ああ。いや言われてもおかしくはない。ね、だって俺は一円パチンコ。一パチンコ。一パチだったあの。ウェルカムなんか、うん、普通にあるしね。ウェルカムやってる。なんかね、安っぽさもね、パチ屋っぽいし ね、あのね、雑なひまわりもパチ屋っぽいし ね、あ、なんか当たり確率高そう、あれあのおばさん出てきたらなんか当たり確率高そう。これで確定だろ、ガロボーナス。いくらのボーナス。絶対ふざけてんだろ。パチ屋しか見えないようにできてるでしょ。ああ大阪でパチンコ打とうみたいな。ウーバースーパーだあれ。ででん、キラキラ、ドンドンドン、ボーナス確定。ででん、もう1回ありそう。1回目。ででん。行け風のごとく。朝日雨です。めっちゃ撮ってんじゃんかお前。いやだってあれはもう鈴木の時あんま撮れなかったもん。
前通り過ぎで一回上に回り込むからさ、全体のここに立ってるバージョンが取れるんじゃないですか。ああ、なるほど。数センチも見えねえわ。ガンムシ状態。結構いいやんジャングルだよ。ん？逆向き。俺がこうして俺が変人になっちゃうよ。全然ポーズしてくんないから悲しかった。ちゃんとポーズ固定してたのに。じゃあ俺も今度行くよ。着いた。